おい、何やってんよ、おら。お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むか、ボケ。何もんや、お前。見とったで、キリュウちゃん。兄貴、キリュウって、あの…そうや、どうちまのる。キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。よせよせ、お前、組立ち上げるって話やないかい。そや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらい、ええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女、こましてみたいってね。それより、このアホ、どないしようか。すんません、まさか桐生さんとは。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。なんや。その辺で。お前のためにやっとんだやろうが。もう十分ですから。ま、ええわ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レイナ、ユミは今買い出し行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いねえ。どうなんだ、キリュウ組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。じっ、またお前に先越されちまったか。なあ、錦。お前、妹はどうなんだ。来月、もう一度手術だ。多分、次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメなら、もう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。
おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条会一の殺し屋っつって。柏木、すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。親父さんがいなければ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。キリュウさんにお電話が。シンジさんからです。俺だ。シンジです。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき道島組長がユミさんさらってったんです。ユミが？なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじきもそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？道島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。
そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、由美と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ、ニシキ。しっかりしろ。やっちまった。東条会の
大幹部を。何言ってんだ、お前こそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。お前は金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よかないですよ。やつはこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰がをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか、それは。分かってます。約束はしねえぞ。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、シンジ。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。意識のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間のおやすさんには口止めされてたんですけど。時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、意識のおじきや風間のおやすさんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。
てめえ、なんだその態度は。あ、そこ何やっとるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。たく、物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろ、自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、道島の竜、道島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。搭乗会の幹部やったんだ、こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。誰の命令だ。世良会長だ。道場会の三代目だ。なんだと。食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやすん。三代目、今日は一体何の緊急幹部会で。奴から緊急の議題があるそうだ。お前が。おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか。な
罪です。どういうことなんだ。100億って言うたらお前やがましは。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ。関西五代目近江連合の寺田です。海だぞ関西。まずいじゃねえか。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は。ああ、ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのかこら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いっかい。会長、三代目。10年、お前のいない10年で登場会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。